万博に向け、こちらの業界にも新技術導入の動きが。びっくりするんで。びっくりしたか、これこれ。ずっと前、もう、調子。軽快なやり取りを見せるのは、お笑いコンビ、アメリカザリガニの2人。ボケ担当の平井さんの姿が次々と変わっていきます。こちらは松竹グループ、パナソニック、NTT ドコモが仕掛ける新しいエンターテインメント。パナソニックが開発したこちらのスクリーン。映像を投影すると繊維自体が発光し浮き上がって見えます。さらにこんな仕掛けも。まるてってれ。実は平井さんがいるのは徒歩で10分ほどの松竹座の一室。 NTT ドコモのリアルタイムで映像加工できる技術を使うことで、舞台の上の人と離れた場所の人を融合する試みです。単純に映像のマッピングじゃなくてですね、もうちょっと人が入って、それを2次元、2元中継、3元中継で、一つの空間で、いろんなことができるんじゃないかなと。リアルと、リモートが融合する形での、大阪、万博のパイプラインが築ければというふうに期待しております。ありがとうございましたケロ。